伊達宗忠は、江戸時代後期の大名。伊予国宇和島藩七代藩主。通称は主名郷は春山。官位は、十四位下。東藤見守、る左近野江賢少将。百歳長寿の大名として知られる。隠居後の余生を過ごすために、天社園を築定。六代藩主、伊達村寿の長男として誕生した。 完成4年9月16日生まれとされるが、これより前に生まれていたとも言われている。元服寺には、仙台藩主の伊達人氏州より変記を受けて胸忠と名乗る。文政7年9月12日、父の隠居により後を継ぐ。この頃、宇和島藩では、財政悪化により、藩政改革の必要に迫られていた。そこで胸忠は、 大阪商人からの借金を無利息200年不変換にしたり、脅迫して一部の借金を放棄させたりした。また、ハゼローの先輩が、失踪に薬を推奨し、縁やスルメなど特産品の保護、検知などを行った。さらに藩士の小池久造、若松宗兵衛を佐藤信弘に入門させて、農業の技術改良などを学ばせて、また、 融通解消を設立させ物価の統制を図った。これらにより、犯罪性改革に成功し、養子氏の胸なりに家督を譲るまでに6万両の金が蓄えられた。長年男子に恵まれず、文政9年冬には、幕府から島津重秀の逸豆の虎之助との養子縁組を持ちかけられている。胸忠は解任中の側室の存在などを挙げて、これを断っている。 文政10年4月、仮王子の選定にあたって、老中、水野忠明に、自らの貢献者問題を相談している。具体的には、幕府から将軍、徳川家成の子女との養子縁組を持ちかけられる、可能性の有無や、それを断ることができるのかといったことである。文政12年4月11日、五代藩主、村時の男系創尊で、 はたもと山口家から一門家臣伊達家の養子に入れていた伊達宗成を養子師として迎えた。なお、天保八年、養子修行と自身の三男、宗成りの養子縁組を行う。いわゆる順養子である。天保十五年七月十六日、家督を養子師の宗成に譲って、江戸の判定に隠居した。家営六年のペリー帝徳率いるアメリカ東。 インド艦隊来航の際には、幕府に開国を検索した。文久2年、宇和島での隠居所として千府地艦を建築し、その庭内に、慶応2年に完成した、海遊式庭園を、祖先の伊達政宗の監視、水予口号の一節から天社園と名付ける。明治22年11月25日、98歳という、長寿をもって死去した。法号は、 霊雲院殿前、宇和島城主、春山宗忠大古事。墓所は、愛媛県宇和島市野川の大高史寺。宗忠の年齢は、実際は百歳以上ではなかったのかとも言われているが、幕府の届けでは完成四年生まれと出されているため、この出生年が有力である。もっとも、幕府の届けに関しては、死死になった際二歳年長にして届けているという、話もあり。 実際にこの届出に基づいて年齢を計算していた時期もあった。そのため、亡くなった明治22年には、実際には98歳であるが、100歳になったので、それを祝って明治天皇と皇后から菓子品を賜っている。若い頃は、主号で鳴らしたものの、晩年には狩猟を控えるようになった。また、 現代のボケ防止にも通じる朝晩の散歩や、長続きしやすい趣味を、長年の日課とした。老いによる難聴になった以外は、体の不調もなく、自分より、はるかに年下の者が苦労するほどの急な階段も、楽に上り下りできたと言われている。側近の者が、河野長寿の秘訣は何でございますかと問うたところ、それは助食を慎むことにあると答えたため、重ねて、 こうに置かせられましては何歳から助食を、慎まれましたかと質問すると大らかに、70歳じゃと、言った、という逸話が、特に宇和島では有名である。宇和島立家六代、及び佐賀鍋島家との隕石関係長寿を保った、主な大名。ありがとうございます。